皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。毎度おなじみ霊夢とマリサだっけ。何年やってると思ってんだよ。同じく毎度おなじみマリサだぜ。それでは今回も極悪教師、ミスティにいたずらを仕掛けていきましょう。早速今回のミッションを教えてちょうだい。悪臭爆弾からの恐ろしい匂いは、ミスティの恐ろしい性格とよく一致するはずです。それをサウナに投げ入れて、彼女の悲惨さを明らかにしてください。よくわからないけど臭い爆弾をサウナに入れたらいいのね。よくわかってるじゃねえか。それではスタート。うちは大豪邸だからサウナの一つくらいあるものなのよ。ほんと感じの悪いばあさんだわ。あの悪ガキも、サウナにはいたずらできないでしょうね。それはどうかしらねえ。みんなも踊ってみてね。それでは今回も張り切ってやっていきましょう。ねえねえ、臭い爆弾ってそもそも何なの？直球すぎるだろ。そんな爆弾そもそもこの家にあるのかな。漠然としすぎててどんなもんか全然想像がつかねえ。っていうかその爆弾は元は何に使うものなのよ。ネズミに投げる。当てるの難しいだろ。ばあさんにぶつけるためのものじゃない。そんなものを家に置いておくか。とりあえず、家中を片っ端から探していこう。そうね。どこにもそんなものない。ないものを使うことなんてできないわ。よってこのいたずらは終了ね。勝手に終わらせるな。でも家中探したけど、そんな爆弾どこにもなかったわよ。棚とかも見たけどそれらしいものは落ちてないね。となると、家の中にはないのかもしれないぜ。え、家の中にないですって？ああ、庭とか物置小屋とかにあるかもな。よし、今度は家の外を探してみよう。庭にも物置小屋にもない。やっぱりそんなアイテムないのよ。積んだかも。これだけ探してもないってことは、意図的にどこかに隠してんだろうな。どこに隠したばあさん、白状しろ。どこにあるのかわからない。あら、なんか鍵が閉まってて怪しい扉があるわ。え、ゴミ捨て場かと思ってたら地下室への入り口だったぜ。まさかこの家に地下室があったなんて。怪しいわ、絶対地下室に爆弾があるはずよ。この部屋のこと、おばあさん忘れてたりして。その可能性は十分にあり得るぜ。あったぜ、これが臭い爆弾だ。それじゃああのばあさんがサウナに入ったら投げ入れてやりましょう。サウナ、サウナ、お風呂もいいけど、サウナも芯から温まるのよね。何かに導かれるようにサウナに入りたいわ。ふっふっふ、入った入った。それじゃあ私たちも気づかれないように、近づこう。くっくっく、これからとんでもないことが起きるとも知らずに、優雅にサウナに入ってるわ。まさかサウナから激臭がするとは思ってもいないだろう。そりゃ誰だって想像できねえよ。なんじゃ、うわ、くっさ、おえー、臭すぎおえー。ちょ、誰か、このサウナ腐ってるわ。サウナってこういうもんなの。なわけあるかーい。相当動揺してるぜ。いや、これはあのガキの仕業だな。嘘、思いっきり食らってたのに。サウナから出られないようにしなきゃいけなかったのかもな。なるほど、外から鍵をかけないといけなかったんだね。あのばあさんにもっとたっぷり匂いを味わってもらわないとね。あ、ドアのところに木の板がついてる。これで中からドアが開けられないわよ。あら、サウナの匂いが戻ってるわ。あの子供何をしたかったのかしらね。ふふ、さっきのは予行練習みたいなものよ。今度こそ、激臭爆弾を食らえ。さあばあさんはどうする。おい、またか。なんなんだこの匂いは。おいガキ、何をした。サウナにちょっと匂いを追加しましたよ。おい、くっさ。急いで出た方がいいわよ。出られたらね。さあ、開けろー。くっこえばあさん臭すぎてぐったりしちまった。臭い爆弾の威力が十分わかりました。やったー、サウナ激臭作戦、大成功。それでは続いてのいたずらに進みましょう。ミスティは小包が到着するのを待ち焦がれていました。もう少し待たせましょう。今度は小包。この文章だけでは具体的に何をすればいいのかわからないぜ。ゲームを進めてヒントを探そう。もしもし、私のハロウィンのドレスはまだかしら。今すぐ届けてちょうだい、急いでお願いよ。はや、あのばあさんに恐れて速攻で届けてくれたのね。どうもあの小包はハロウィンで着るドレスみたいだね。今回の目的は、蜂の巣を見つけます。彼らの刺し傷に注意してください。蜂の巣、そんなものどうするのかしら。あの小包に入れるのかしら。いやそれはないか。間違いなくそれだろ。小包に蜂の巣を入れて、おばあさんを驚かせればいいんだね。あら、こんなアイテム今までなかったわよ。これ、開けた段ボールをまた閉じるのに使うんじゃねえか。ああ、そこまでしないと、段ボールが開いてることにあのばあさん気づいて怪しみそうだものね。
さあ次はメインの蜂の一人だ。注意しろって書いてあるくらいだ。素手で取れないんだろ。ってことは手袋を持ってきましょう。いやー、なんか冴えてるな。ほんとよね、これは一回でクリアできそうだわ。もうすぐハロウィン、素敵なドレスでおめかしよ。そのドレスを無事に取れればの話よ。蜂の巣は高い木の上にあるみたいだぜ。ってやべえ、あのばあさん外に出やがった。こんなところで捕まったら準備してきたのが台無しになっちゃう。慌てず慎重に行きましょう。あ、あったあった。なんだか人の気配がするね。気のせいです気のせい。よし、蜂の巣ゲット。あとはばあさんに気づかれないように小包の中にこの蜂の巣を仕込むぜ。はい、おばあさんプレゼントです。喜んでくれるといいわね。ドレスドレス。じいちゃんの可愛いドレス。よし、怪しんでねえな。そのまま取り出せ。これじゃなくて、これでもなくて。そうそう、これこれで蜂。あー、蜂。これがドレスなの。ピエン。うぷ主、あんたに挑戦状よ。お腹が。気のせいだから頑張れ。おーおー、ここは天国かしら。こんなにコインがあったら一生遊んで暮らせるわね。ダメ人間め。よし、このコインで帰りにコンビニで合流しよう。もう一人嫌がったか。このスピンが苦手なんだよね。あら、珍しくうまくいったじゃない。ほんとだ。さっきのは本当にまぐれだったってことだな。大丈夫だ、まぐれでも成功したし、さっきの感じでやっていけば。やったー、成功だ。今日は寿司パーティーね。大してめでたくねえだろ。さあやってまいりました。苦手な壁キックゾーン。お前逆に何が得意なんだよ。そりゃ全自動でしょ。一切動いてねえだろうがー。おい見ろよ、あいつ減ったクソだぜ。失礼な、バカにするなら僕じゃなくて僕を操作してるうつ主をバカにしてくれ。ちょ、かばってくれるのかと思ったー。このコースはコイン迷宮ね。欲しいものが次から次へと浮かんでくるわ。こいつ置いてくりゃよかったな。コインも大量にゲットできるし、ストレス発散もできるし最高だよ。コイン中毒者だぜ。さあどんどん先へ進んでいこう。ここでミスるなよ。はぁ、成功したわ。で、このコイン大量ルームは何かしら。まるで入り口みたいに不自然に壁に穴が開いてるね。ねえねえ、入ってみないとか言うんだろ。目の前にこんな素晴らしい部屋があったら入らないわけないわ。お邪魔します。コインもらっていきます。空き巣みたいだな。よし、そろそろ戻るか。ねえ、これどうやって戻るの？まったく、誰よこの部屋に入ろうなんて言い出したの。お前だ。今度からちゃんと出られるか考えて入ろう。よっと。セーフセーフ。軽いな。きっとさっきの宝くじで外れたのはこのラッキーのためだったのよ。なるほど、外れてよかった。まったく、お気楽だよ。ようやくゴール付近までたどり着いたぜ。最後までコインぎっしり、まるでトッポのようだわ。わざわざコースを作ってくださりありがとうございました。無事クリアできてよかったぜ。